添え松映画館。はい、季節はですね、はい、アカデミー賞やってまいりました。はい、はい、でまあもう来週の3月28日月曜日、まあ、はい、日本時間月曜日でアメリカ日曜日に発表になって、まあワウワウで今年も生中継がされるんですね。私は小賀健さんと同時解説を朝も夜もやるという、一日アカデミー賞の日になっちゃうんですけど、はい、でまあ添えますでもね、はい、あの去年もあの予想とあと復習みたいなものをやったので、これもずっとこう添えます映画館をこうね5年10年ともしやっていけるのであればデータとして残していきたいなという気持ちがあるので、まあ今実はこれまだあの2月なので、はい、全ての作品が見れてるわけじゃないっていうのはちょっと残念なんですけど、できる限り見てるものに関して紹介していって、うん、まあ、今年のそのアカデミー賞がどうなっていくのかなっていう話をできればいいなというふうに思っております。はい、それで、例年ね、アカデミー賞、まあ、作品賞なんですけど、はい、5本以上10本以内っていう規定だったんですよ。はいはい、で9本の年もあれば8本の年もありっていうふうに流動的だったのが、去年8本でしたよね。そうです、そうです、うん、全体の得票数の 5% 以下のものは切り捨てるっていうやり方だったので、あ、そういうことなんだ。8本とか9本とか年によって数が違ったんですけども、今年から10本にしましょうっていうなったので、あ、もう決まったんだ。そうです、そうです。 なので10本になったということがあるので、その10本まず何があるかっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、結構ね、添えますって紹介したのがあるので、我々の作品のセレクト良かったんじゃないかってちょっと、はい、そしてその一方やりたかったけど落ちちゃったものもあるんで、そうなんですよ、うん、これここでちょっと紹介できて嬉しい、はい、なのでちょっとご紹介させていただくと、はい、まずベルファスト、はい、この間紹介したばっかりですね、はい、ベルファスト、そしてコーダ愛の歌、絶賛公開中ですよ、はい、はい、これが紹介できなかった。それで、だいぶ前にありますけども、浜口雄介監督のドライブ・マイ・カー。はい。日本映画としては、初の作品賞候補。しかも4部門候補。いやー、すごいなぁ。もう中でも作品、監督、脚色って、まあ、主要じゃないですか。びっくりしましたよね。びっくりで、まあ、監督賞、そら、ね、過去にね、勅使川原宏さんが砂の女で入り、はい。はい、ランで黒澤明監督が候補になってるとはいえ、はい、え、山口さんって勅使川原さんとか黒澤明監督と並ぶのっていう、いや僕がびっくりしたぐらいだから、松崎さんどうでした、気持ち。あのね、これはね、はい、発表があった瞬間に、はい、いやそういうことはあるかもしれないって下馬評があったとはいえ、はい、あーマグーチーって言った瞬間にブワーって涙出てきた。まあそうだよね、本当に。あの、僕はあの浜口監督とはその大学時代に一緒に映画を作ってたってい う, もう古くからの映画仲間なので、ね、昔から一緒に仕事したことある人がさ、アカデミー賞の候補になる経験なんかさ、ないよ普通。いやないですね。まあ仕事というか、まあ学友だったので、本当に、いや浜口さんすごいなと思って、本人もなんかね、ちょうどベルリン国際映画祭 の,、はい、あの審査員で、うん、行ってる飛行機のその機上でその瞬間で決まったらしいので、空港降りたら大変なことになってたらしいっていう話があるが、本人もなんかね、ご本人も呆然とされてましたよね。うん、っていう、まああのドライブ・マイ・カーがあります。はい、そしてドント・ルック・アップ。はい、これと、もうちょっと先に言いますけど、このパワー・オブ・ザ・ドッグの2本は、はい、ネットフリックスの作品だ、はい、ということで2本あります。はい、そうですね、から、デューン・砂の惑星。はい。はい、これも、添え松でやりました。そして、ドリーム・プラン。やりました。これも、僕が不在の時に、添え松にやっていただいてありがとうございます。はい。はい、ウィル・スミスは、これ、主演男優賞候補になっています。はい、そして、リコリス・ピザ。ポール・トーマス・アンダーソンの新作。これだけ見てないんですよ。ああ、はい。僕はね、ドリームプランが今日の時点ではまだ見れてなくて、これは先にちょっと拝見させていただいたんですけど、はい、リコリスピザ。そして、この間やったばっかりですね、ナイトメア、はい。はい。で、最後に、これも、すいません、やりました。ウエストサイドストーリーということで。パンフレット買ったね、やっぱりね。これね、話題のパンフレットですよ。高いんじゃねえかっていうね。パンフレット2800円って書いてあるからみんなびっくりするけど、はい、メイキングオブなんだよね、これね。そういう本だと思って、
エヴァ全然そうメイキングオブウエストサイドストーリーなので、はい、全然だったら普通5000円のところ2800円だったら安いじゃんねっていうふうなことですけど、まあうん、劇場にね800円とか900円とか置いてあるパンフレットなら一気は2800円とか書いてるとええって思っちゃうっていう、ね、っていうかねこれ中読んだんですけど素晴らしい内容ですよ。この値段はね本当に安い、うん、びっくりしました。その、はい、通常我々があのそういう映画の書籍を買う感覚からすると、はいはい、この内容だと適正どころか安い、ねはい、これを出すの決断した人はどなたか存じ上げませんけれども本当に立派な決断をされたと思います、はい、っていうね、はい、あのこの10本なんですけれども、まあ、10本全部は、まあ、あの語れないんですが、はい、こういうことがあり得るだろうなって話をまあしていけばいいんじゃないかなと思ってるんですが、うんうん、添野さんは何かその、はい、作品賞のものの中で注目してる傾向とかこれがいけるんじゃないかみたいな話があってちょっと教えていただきたい。ですね、好き嫌いの話してもしょうがないんですけれども、はい、まあその龍が取るといいなとかっていつもだと言っちゃうんですけれども、まあ取らないだろうし、すいません。まあ龍はでもね、その10本になったことで、はい、その得した1本ですよね。そう入れてもらっただけで嬉しいし、個人的にはね、どの映画もその完璧な傑作っていうものは今年はなかったと思っていて、ちょっとずつなんかその欠けたところもあるけど、その中でどれをベストと考えるかなっていうのがやっぱりみんなどう考えるかな。っていう面白さがあるなというふうにね、完璧な傑作はないけれどもどれを最上の作品とするかっていうことかなっていうふうにねちょっと思っています。ちなみにそれは何予想、はい、予想というか、まあ、添野さんが押す1本押すというかですね、押すじゃない、はい、押すのはデューンなんですけど、まあそのまあ、予想するとですね意外と僕はいけるんじゃないかと思ってるのは、はい、これみんな言うとねないなって言われると思いますけどね、コーダ、コーダフランス映画のリメイクですし、あの今日持ってきましたよ。なんだっけ、エール好きな映画のこれですよね。さすがだな、はい、はい、エールね、あんまり話題に、はい、日本で公開された時話題になりませんでしたけれども、はい、いい映画ですよね、まあ、ほぼ一緒ですね、あの舞台があの農家なのか漁村なのかっていう、ね、違いで、はい、でまあ歌がその今回のものは例えばジョニー・ミッチェルのボス・アイズ・ナウみたいなものを歌ってる、はい、こっちはちょっともう聖歌みたいなものを歌ってるっていう音楽の違いは多少ありますけれど、アメリカに移植してちょっとねそのポピュラーな感じにしたっていうのね、はい、いいですよね。まあリメイクだしね、そこもそのオリジナル作品じゃないっていうところが弱いと見られるかもしれないですけれども、はい、まあなんていうかな、好感度が高いっていうのがすごく大きいなと思ったのと、まあその投票するのは確かにそのハリウッドの職業映画人たちですけれども、やっぱりそのアメリカで大勢の人が見てる、すでに見てるっていうことが大きいかなと考えて、僕の予想はコーダにしたという感じです、ね、どうだコーダそういや、まさにそうなんですけどね、はいまあそのリコリスピザ見てまだ見られてないんでね、リコリスピザはまあちょっと覗いてということですけどね。あ、なるほど、はい、リコリスピザはちょっとね、はい、公開がまあ夏前ぐらいまで待たなきゃいけないので日本ではなかなか見れないですけど、うん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 、今現状ではサントラが買えるようになってるので、うんうん、こちらで見れるんですけど、この映画ね、そのポール・トーマス・アンダーソンがその自分の若い頃を描いた映画なのかなって最初思ってたんですよ。ベルファストが例えばその、はいはいはい、ここでも紹介したようにケネス・ブラナー監督と同い年だと思わせ9歳の少年を描いているので、あれは確実に自分 の, その幼い頃をそのモデルにしてるんだろうって分かるんですけど、はいはい、これは年齢が合わないんですよ。なるほど、だからそういうことじゃないんじゃないかなと思うんですけど、僕がこのねリコリスピザ見て面白いなと思ったのは、おそらくこれはまだ何もその資料も何もいただいてないので分かんないですけど、前編をね望遠で撮ってる、異常だねそれは、ように見えるんです。望遠レンズで撮ってるように見えて、それはねそのショットを見れば分かるんですけど、一番最初映画が始まった時にその学校の中でそのまあこの映画の中でその恋愛関係になるのかならないのかって2時間ずっとこういろいろこうルテンするその男の子と年上の女の子がいるんですけど、その2人がこう出会うというかまあ話しかけるシーンから、その2人の歩いてるシーンの前をね同級生が横切るんですけど、シュッて影しか見えないんですよ。ああ、それはそれって遠くから撮って望遠で撮ってるから
ピントが合わないから、その人たちの像が映り込まないということで、最初のシーンからね、移動ショットからずっと望遠で撮ってるように見えるんですよ。で、そうすると、これ昔のことを思い出す話なので、ベルファストは、はい、まあ、あの、動画見ていただきたいんですが、あの時に解説したように、はいはい、あれはその1990年代に使った、その、あるレンズを使うことによって、中心の焦点は合うけど、周りがボケるから、なんとなくその思い出してる感じに見えるっていうのと同じように、はい、この映画も、その、焦点距離が合うところが、すごく、こう、限られてるので、はい、周りがよく見えないけど、自分たちの関係性とかだけは覚えてるっていう、記憶のメカニズムみたいなものを、視覚化させてるんじゃないかな。ウォール・トーマス・アンダーソンだったらやりそうですけど、はい、室内とかすごいじゃあ引いてるっていうことでしょう、じゃないかなと思うんですけど、すごいすごいですね。だからそれはね、うん、最終的にね、そのことがそうじゃないって見せることによって大団円を導いてんじゃないかなとかも思わせる映画になってるんですけど、この作品はでもね、その、うん、どっかね、その物語の展開で言うと、うん、破綻してるっていう人が出てくるんじゃないかなと思うような、連続性、いろんなことが起こって予想もつかない話になるんですけど、はいはい、それって破綻してんじゃないっていう感想が起きても僕おかしくないと思うんですが、それも人の記憶って断続的にこう流れで覚えてるわけじゃないから、うんうんうん、そういうものも映像化してんじゃないかって今の段階でそこまでしか言えないんですけど、ちょっと特殊な映画なので、これがアカデミー賞に行くその作品賞とか取るかどうかってのは僕にはちょっとわからないっていう感じですね。まあ、昔ね、カエルが降ってくる映画撮ってる人ですからね。そうです、はいはいはい、十分あり得る話ですね、はい、それはね。っていう作品なんですけど、今まあその最有力だと言われてるのはこのパワー・オブ・ザ・ドッグという作品、はい、はい、そうですね。まあ、ジェーン・カンピオン監督、ピアノレッスンでカンヌではパルムドールに輝き、はい、アカデミー賞でもまあ当時まだ女性が監督した作品ではその監督賞を取ってない時代に初めて取るんじゃないかと言われたけど、うんうんうん、まあ、ちょっと取れなかったということで、はい、その、まあ、彼女にとっては雪辱戦というか、うんうん、時代を経てもう一回チャンスがやってきたっていう感じがするし、何十年も経ってね、はい、それは本当にすごいことですよね。まあ今ね、その監督を女性男性に分けるのはいかがなものかっていう議論があるのは僕ももちろん分かってるんですけど、はいはいはい、だけどそのいつかそれを言わないでいいその時代が来ると思うんですけど、今はまだそうやって女性監督にもちゃんと正当な評価が下されるこう文句が開かれたっていうことをちゃんと言っていかないといけない時代だと僕はまだ思ってるので、いや、その通りですね。ジェン・カンピオンがこの作品で監督賞に輝くことでハリウッドが変わっていく、また一つのきっかけになっていくっていう意味で意味が、意義があると思うんですよ。ただ僕はこの作品は難点があるというか、アカデミー賞の中では問題点が残ってるっていうふうに思っておりまして、配信作品だ、そうです、ということだよね。ネットリックスの配信作品で、去年ね、はい、そのコロナ禍によってその作品賞なり主演男優賞なりその脚本賞なりいろんな部門に作品が集まりにくい状態になってた、うん、数が少ない、うんうんうん、だからその去年は特例として配信映画、つまり劇場公開してない映画にもそのノミネートの権利をまあつけようっていうことになって、たくさんその配信の映画が候補に上がってたじゃないですか。うんうん、ところが、結局蓋を開けてみたら、作品、監督、俳優部門、脚本部門っていう主要部門は、配信の映画で一つも撮らなかったんですよ。そうですよ。僕はマンコをしてたのに。そうだよね。そうだよね、うん。そうなんですよ。だから、他のね、部門で撮ってる技術部門だったり、はい、ドキュメンタリー部門は、その配信の映画撮ってるけども、やっぱりまだそのハリウッドの中では配信のみ、つまり劇場で公開することを意図されてない映画に関しては慎重なんだろうなっていう感じがするんですよ。複雑な感情がね、当然あると思うんですよね。そして今回なんか配信会社の存在感とても強いと僕もこの10本見た時思ったんですけども、はい、ちゃんと調べたら制作に配信会社が参加している作品は選ばれてないんだよね、あ、はいはい、実は、はい、その配給リストリビュートのみでね、うん、
その今本当にその配信会社が制作から参加して劇場公開もしてますって映画たくさんあるんですけども、皆さんも映画館に行ってそのアマゾンのオープニングのねアマゾンのマーク見たりすることがよくあると思うんですけれども、そういう映画も多いんですけども、この10本には意図してかしてなくてかは分かんないですけど含まれていない。で、ただそのコーダ愛の歌とドントルックアップとパワーオブザドッグの3本は同時配信、劇場アメリカで劇場公開と同時配信、アメリカでっていうか ほぼ全世界でねそういう扱いだったんですよね。だからまあこの3本についてはそのアカデミー会員はまあちょっと複雑な思いがあるだろう。まあそうですね、うん、それはまあここでもあの以前話したことですけど、うん、例えばね、はい、007のノータイムトゥダイってやっと公開されたじゃないですか、はい、であの映画はそのまあ劇場公開しないっていうことを選択したために、まあそのね映画のビジネスっていうのはそのお客さんから入場料をもらって初めてリクープしていくっていうビジネスモデルだとすれば、1日その公開を延ばすだけでその何十万ってお金が発生する、つまり銀行とか投資家からお金を借りてるのでその利子が発生する、結局それがもう10億円近いお金になって公開するまでは収入がゼロだからです。ゼロでその、はい、その利子だけがもう何十億も貯まってる、はい、まあ、10億近く貯まってる、はい、それでもその勝負するんだ、劇場公開することによって、うんうんうん、そのやっていくモデルにしていくんだっていうことがあったのを見ると、やっぱその配信の映画ってね、うん、何がもうその違うのかっていうと、やっぱり制作して何日から配信しますって言ってる時点でもうすでにその制作費回収してるわけですよ、うんうんうん、あの視聴料から、うんうん、視聴料をもとに映画を作ってる、うんうん、だからその、 あの配信開始ですっていう時に別にそこからお金を儲けなくていい映画と、うん、公開します、これからそのお客さんがお金もらいますって言ってから初めてお金が発生して制作費を回収していくものを同時に並べるのは僕はやっぱ乱暴じゃないかって思う。いや、まさにその通りで、その劇場で見られないっていうことに対してのその違和感ももちろん僕にはあるんですけども、まあそれ以前の問題としてやっぱりその実際に作られていく作品を毎年見てるとね、やっぱりその作っただけでリクープしてしまうっていう映画の何が問題かっていうと、劇場公開するために劇場公開する作品は最後の最後まで試写をやりテストをやり詰めに詰めていって最上の状態を目指そう、それがうまくいくときとうまくいかないときがありますけど目指そうとするのに対して、作ったらそれでおしまいっていうことで、どうしてもねやっぱその配信専用の映画っていうのは同じ2時間なら2時間の娯楽作品であっても詰めが甘くなる。それはネットフリックスでもそうだしアマゾンでもそうですけれども、配信専用の映画見ててやっぱ僕は常々近年よく感じてることなのね。だから現実にそうなってしまってると思う、うん、なんか一般の人でもちょっとそういうことを言い始めてますよね。やっぱそうなんだ。ネットフリックスの映画っていうのはちょっと、うん、あの物足りないものが多いっていう風に言う人たちがちょっと劇場公開するんだったらもう一回考えるだろうこれはっていうね、何でもいい、物語でもいいし編集でもいいけれども、劇場公開作っていうのは最終的にもう一回テスト試写して観客の反応を見てこの結末をどうしようかとかここを取り直そうかとかっていうことをするんだけれども、配信の映画にはそれがない。まあね、あのそこが逆にいいって言われて、例えばそのディレクターカズカットのようにここを監督切りたくないっていうところも、尺のねその劇場でかけたら、うん、3時間の映画と90分の映画だったら、はい、3時間の映画1回上映してる間に90分の映画2回上映できるわけだから、はい、やら尺が短い方がいいよってなるけれども、うんうん、あの配信だとその監督の意図した長さのものを別にやったって、うん、それはそれで別に時間の制約がないわけだからっていうなるけれども、逆に言うとそういうのさんがおっしゃるその制約がないから、うん、その人の目のそのフィルターを経ないっていう、まあ、良くない面もあるっていう、詰め切れないっていうね、はいはい、もちろんだからその良し悪しあって、そのことを利用して自分が発表したい形態の映画を発表している作家もいるし、両方の面があると思いますけれども、まあ、体制としてはやっぱちょっとそういう問題点が見えてきてる。そのもうちょっと配信会社はやっぱクオリティコントロールすべきじゃないかなっていうね気がしています。でそのために必要だったらやっぱり劇場公開を優先して出す、劇場で出せばいいんじゃないのって、ね、まあしないでしょうけども、まあそういうことですよね。なるほど。でこの10本の中にそういう作品があるかって言われると、そこはちょっとまあ微妙なとこで、パワーオブザドッグなんか全然そういう映画ではないと思うんですけれども、僕ねアダム・マッケイっていう監督が大好きで、ずっと昔からねそのバイスとか良かったですね。はい、バイスどころか俺なんだっけ、俺たち
同じニュースキャスターの頃から。そうそう、俺たちニュースキャスターの頃から大好きなんですけれども、はいはい、やっぱりね、ドントルックはやっぱもっと面白い映画にできたと思う。ちょっとそういう意味で悔しいっていうところがあるかな。なるほど。うん、で、まあこのね、ソイマスでは、例えば最近でもベルファストやったりとか、はい、ナイトメアリーも紹介したりとか、はい、あと、まあ、ドリームプランもやりましたし、デューンもやったし、ウエストサイドストーリーもやったしっていうので、はい、まあまあ、いろんなものを紹介してきたんですけども、ただこのウエストサイドストーリーとかデューンっていうのは、まあ、リメイクではあるので、うんうん、リメイク作品が作品賞を取るのってちょっと難しいというか。まあ、なくはないけどね。で、特にそのウエストサイドストーリーの場合も、ソイノさんが動画でもおっしゃってたみたいに、もうその作るっていう時点で、その、あれ超えられんのっていう風な見方、うん、スピルバーグやっても見方されるので、うん、そこはそのもう超えられない前提で作ってるっていうところを評価するかどうかってことで、はいはいはい、その勇気を評価するかどうかっていうねことだよね。で、ナイトメアリーも紹介した通り、まあ、リメイクになるので、はい、リメイク、このコーダも言ったらリメイクなので、そうだよね、リメイク多いなっていう感じはしますよね。はい、で、その中で、やっぱ注目すべきは、僕は、ドライブ・マイ・カーだと思うんです。それはもう、いろんなニュース、ね、報道されてて、日本の映画がアカデミー賞を取るのかっていうことで話題になってますけど。僕、予想の2位なんですけど、ね。おー、なるほど。僕取ってもおかしくないと全然思ってます。あ、僕はね、でもね、はい、本当にこの映画が、その世の中で言ってるぐらい素晴らしいかどうかもうわかんないんですよ。いや、素晴らしいじゃん。素晴らしいんですよ。素晴らしいけど、まず一つはね、うん、大学院にいた時から、浜口さんすごかったんです。はい。それで、本人、いろんなコメントとかインタビューとか今流れてくるじゃないですか、うんうんうん、言ってること大学にしたって何も変わってないんですよ。つまりずっと同じことを一貫してる、一貫し言ってることを一貫してるけども、さすがに今は国際的に評価されてるから、うん、本人に自信がついたんだと思うんですよ、うんうんうん、だから言ってることにね、なんかこう、自信がある、堂々としてる感じがして、頼もしく見えるんですよ。うんうんうん、それはあると思う。だから、今までは、自分はこういう演出してますけど、どうですかね、皆さん、同意していただけますかねって感じだったのが、うん、そうなんです、みたいな自信を持った感じになってるって違いはあるので、うんうん、そこは、まあ、頼もしくなったし、世の中を認めてるんだろうなと思うんですけど、うん、世の中で新しい才能だ、みたいに言われてる感じとかって、うん、僕らからすると、いや、何にも変わってないのになっていう感覚あるから、本当に新しいと思ってるかどうか分かんないっていうのは一つあるんですよ。ドライブ・マイ・カーっていう映画は、その点がすごく僕はいいところだと思っているんですけれども、はい、つまり彼の方法論、ずっとやってきた彼の方法論を映画の中で見せるということができているわけじゃないですか。そうですね。はいはい、そしてそれは、チェーホフを題材にすることによって、世界中どこの人にも分かってもらえるようになってるっていうところがね。うん、まあ、特に日本よりも海外の方が、そうやってリファレンスしやすいっていうのありますよね。まあね、チェーホフだからね、それはね、世界中の人がそれ、元の演劇を知ってるわけですからね。黒澤明監督の作品を例えばシェイクスピアのリア王とかマクベスみたいな下敷きにしてるっていうこととちょっと似てると、ね、うん、あ、そう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 、だからそういう意味ですごく有利だと思うし、はい、あれはその劇中である演劇のね、その舞台を作っていくっていう過程ですけれども、この映画もそうやって作られてるんだなっていうことが見ていけば分かるようになっていて、いかにその方法論が新しいか面白いか、映画にちゃんと貢献してるかっていうことが一本の映画の中にちゃんとワンセットで組み込まれてるんで、うん、そこがすごくいいなと、ね、そして理解される可能性があると思ってるんですけどね。多分そのね、あたりの、うん、今まで見たことない感じっていうのは、すで、うんうん、に発表されてる映画賞の中の受賞歴を見ると、うん、なんとなくわかることがあって、うんうん、特にね、アメリカの批評家が、いわゆる評論家、我々と同じような職業の人間が選ぶ、はいはい、ロサンゼルス評価協会賞と、はい、ニューヨーク評価協会賞と、あと全米評価協会賞で全部作品賞取ってるじゃないですか、はいはい。ニューヨークとロサンゼルスの評価協会賞が特にすごいと思うのは、はい、あそこって外国語映画賞ってまだ残ってるんですよ、はい、日本が、はい。つまり英語じゃない国の作品は外国語映画賞ですって言って避けてるのに、うんうんうん、その年にアメリカで公開されたの804本
の作品の中で、日本語で話してる映画が一番良かったって作品賞を選んでる。外国映画賞じゃなくて作品賞になってるのが僕すごいと思うんですよ。で、ニューヨーク評価賞って過去を見ると、例えば羊たちの沈黙とか、プライベートライアンみたいなものが受賞してるので、それと一緒って感覚が僕にあるんですよ。浜口さん、その、羊たちの沈黙と一緒って、その一緒に映画作ってたものからすると、その感覚がもうわかんないんですよね、それ。ジョナサン・デヴィと一緒。そうそうです。ただね、その、さっき言ったその、ソニアさんがおっしゃったその手法っていうのを、はいはい、見たことがないって思ってるんだと思うんですよ。うんうんうん、アメリカの評価、うんうん、そういう演出を見たことがないんだと思うんですよ。それは、例えば、羊たちの沈黙を見たときに、うん、あのルックとか、その、手法みたいなものって、その後のサイコスリラーで、もう擦られまくってるわけじゃないですか。はいはいはい。今までそういう映像見たことなかったわけですね。はい、で、プライベートライアンだと、映画のオープニングにある、ノルマンディ上陸作戦で、主観映像で激しい戦闘の中に入っていくって、はいはい、こんな映像見たことないっていうのと、同じ評価なんだなっていうのが、ニューヨーク評価賞、評価協会賞の受賞を見ると、うん、あ、これは、その表層的なことを見てるんじゃなくて、うん、演出面で、その、プライベートライアンとか人たちの沈黙と同様に、見たこともないような演出を実践して、しかも、そういう入れ子の構造になってることによって、うん、本来だったら、インタビューとかで説明しなきゃならない、その演出論みたいなものが、映画の中で実践されてるから分かるってことになってるってことだと思うんですよ。その通りですよね。まあすごいことですよね。それが結果的に全米評価協会賞っていうのは、これもうちょっと広い目になるので、うん、過去の受賞を見ると、うん、イングマル・ベルイマンとか、はい、ルイス・ブニエルとか、はい、フランソワ・トリュフォーとか受賞してるので、アメリカ映画じゃなくて、その世界的にその優れた、その映画作家に今までも作品賞を与えてるので、うん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 、そういう視点で言うと、浜口さんってそれにも並んでるっていうことなんだと思うんです。その通りだと思います。だからそういう評価なんだなっていうのはなんとなく分かるなと思ったんですけど、うんうん、なおかつね、はい、映画の中でその題材として多言語演劇っていうものをテーマに選んだおかげで、うん、その言語によって分ける必要ないんじゃないのっていう提案もなされてるわけじゃないですか。それってね、今回コーダとかデューンとかもその手法じゃないですか。まさにそうですね、はいはい、そのハンドサインがテーマなので、うん、手話がねテーマなので本当にその通りですよね。で、まあそのドライブマイカーをね、はい、表するときに今そのいろんなニュースでその村上春樹さん云々っていう論調があって、僕はそこには全く同意してないっていうことを一つ言っとかなきゃいけないなと思って。まあ原作っつっても半分だよね。いやいや、そうなんですよ。でしかもそのじゃあね、うん、その村上春樹さんが大好きだと言ってるジョン・アービングって作家いるじゃないですか、はいはい、ガーブの世界とかホテルニューハンプシャーとかとって、はいはい、映画化されてて、その時に映画化された時に同じような論調でね映画評価されてるかって言ったら違うじゃないですか。やっぱ文字になったものをどう映像化してるかっていうことが重要で、はいはい、その村上作品が世界的に読まれてるからそれ共感得てるっていう意見に僕全く賛成できないんですよ。それに関しては。で、まあ、もともとその村上さんの小説を映画化してるから、それがあるっていうのがゼロとは思わないんですよ。うん、ただ、それで、その、共感が高いから、そのアメリカの人も見てるんだとかっていうのは僕違うなと思ってるんですけど、一個ね、去年そのバラエティっていうのアメリカのそのエンタメ誌のに寄稿してる映画評論家の方が書いてた文章だけは、一個だけちょっと合点がいたのがあって、ちょっと要約して言うと、その去年私たちはコロナ禍によってその身近な人たちを亡くしたんだと。その時に、そういう身近な人を亡くした悲しみとか、その孤独に耐えて生きていくっていうことが何なのかを、この映画描いてるって書いてあったんです、その方は。なるほど。だからその、日本人の感覚だと、そこまでの感覚にならないけども、うん、アメリカの観客の中には、だって日本にたくさん亡くなってる方いらっしゃるので、はいはい、その、時代がそうだったから、その、コロナ禍のことと重ね合わせて見てる、っていう人たちが一定数いるんだなっていうのが分かって、はい、あ、そういう評価なんだって分かったのと、今年年明けになってから、あるファッション誌の
動画のインタビューで、はい、クロエ・グレース・モレッツさん、はい、クロエちゃんが、はい、あのインタビューに答えたのがあって、はい、それは全くそのドライブ・マイ・カーとも何も関係ないんですけど、はい、そこでね日本の、日本料理のことを喋ってるんですよ。ほうほうほう。最近どういう生活してますかっていうインタビューなのに突如として日本の話をしてて、はい、その時に日本に行くとラーメン屋さんとかねお寿司屋さんとか一人でそのカウンターで食べるの。ほう。それが新鮮だって言って言ってて、アメリカ人ってみんなでご飯食べなきゃね寂しいやつだみたいに言われてるけど、日本っていうのはそれを許されてる、孤独を許されてるんだってことを言ってた時に、二人で対面でとかじゃなくてカウンター席っていうことですね。 その時に僕の中で結構その前に読んだその評論結構合致したんですよ。僕らには分かんないけどそういう価値観が見えてるんじゃないかと思うんですね。しかもそのアメリカって個性とか個人の自由認めましょうっていう国だから、うんのはずなのに相反するじゃない考え方として、はいはい、だけどそのことがこう視覚的に見えてきて自分たちの生活とまたそのコロナ禍があったことと照らし合わせてあの映画見てんじゃないかってことがある種の評価の要因になってるんじゃないかな。なるほど。だからそのまあ今まで評論家的な目線で言うと、うん、その今まで見たこともないな実は手法をやってて大学院にいた時に黒沢清さんとかは浜口にしか作れない映画って言ってたけど15年経って世界でいろんな人に見てもらったら世界的にも浜口龍介にしか作れない映画になってたことが僕は本当にすごいなって思うんですよ、うんうんうん、学校の中の話だけじゃなくて世界的にもそうだったってのは分かった。でもう一個はそのアメリカ人の視点で見た時に我々が見てるのとは違う視点であの物語見てるんだっていうことじゃないかなと思って、その支持がどこまで広がるかなっていうのが作品賞に行くかどうかっていうところの、まあ、要かなって感じ。さすがね、それは面白いですね。そしてなんか広がってほしいよね。いや本当そうです。だからあのいやとはいえね難しいとは思うんですよ撮るのは。いやーいいじゃんみんなカウンター席座ろうよ本当に。そうですよね。いやだってね、うん、もういや監督賞にね、うん、ポール・トーマス・アンダーソンだジェーン・カンピオンだスピルバーグがいるとかって浜口さん本当すげえなと思っても、うんうん、もうそれしかないんですけど、うん、いやもうそれで監督賞でももし取った時は僕もうな累戦決壊するまで済まないですよ、ね、本当に。作品賞をもし万が一取ったら誰が挨拶するのかなとかいろいろ考えちゃうよね。そうですね、はい。まあ、本当佐大さんがまた行ってボソボソっと喋ってあるかもしれないですけど、ね、まあ、そういう感じなので、まあ、毎年ね、うん、ここでも言ってますけどアカデミー賞って何が取ったかよりもなぜ取ったかとか、まあ、取らなかったしなぜ取らなかったってことを考えることによって社会が見えたり今のハリウッドの潮流が見えてくると思うので、はい、特にそのパオザドッグがね、はい、これだけ、まあ、もうドライブマイカーよりも候補としては、まあ、最有力じゃないかなっていろんな面で言われてるとしたら、それがどの部門を取ったかを見たことによって、一つはやっぱその配信映画に対する考え方がハリウッドの中で変わったのか、やっぱり変わらないのかってことが見えてくるので、そういう意味で、あさってですかね、月曜日、発表になりますので、ぜひそういうところに期待して取った取らなかったとかって報道じゃなくて、うん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 、なぜということを皆さんで一緒に考えれたなというふうに思いました。はい。